寒いですね、最近マジで。大丈夫そうですか？私この下にヒートテック着とるんやけど、ヒートテックの上にすぐだったら寒いかと思って、ヒートテックの上になんか、これなんて言うんだろうね、この服。タートルじゃなくて、なんて言うんだろうかな。こんばんは。タートルネックのはニットなんやけど、その下に着とる。ただの半袖を伸ばした長袖の服長袖カットソーカソットカットソーカットスカソットロンティーロンティーカッソトじゃないですか。カットソーかな。私は夏のイメージ？ほんまに？なんで？でもそれね、よくおきちゃんにも言われて、いやーなんか、お母さんって、あ、誕生日迎えた、あ、誕生日の近くだった日ね、私の。11月なんぼかの時に、お母さんって、まあ誕生日11月じゃないですか、って言って、言われて、で、あ、そうよ、って言ったらおきちゃんが、え、マジでそういう顔してないですよね、みたいに言って、え、どういうこと？って言ったら、いやマジでなんか夏とかもう、しかももう夏の始まりとかそれぐらいのなんかイメージで。お疲れ様です。うん、全然この秋とか冬とかそういうイメージがなさすぎて。え、どういうこと？揺るがない11月28日生まれですけどね。あ、揺るがなくはないか。コロナになったら揺るがっけ。コロナになったら誕生日変わるけど。夏顔らしい。あ、そうです。ちょっと改めまして、うん、1月29日に写真集の予約配信が決定しました。あさってです。そうです、もうあさってです。その特典写真がなんと、初じゃないわ。うん、何時からがいいかなと思っとって、なんか平日じゃっけ、普通に9時とかからの配信が見やすいかなと思っとるんやけど、どう思いますか？いや、生まれたままの姿でないよ。こんばんは。いや、なんかさ、あんまりさ、なんかどうしよう、言ってなかったらさ、あ、自分からさ、なんか言ったらさ、ちょっと口を滑らせそうでさ、はい、うん、平日じゃけ21時からの配信にしようと思っています。はい、どこまでさ出たんかな、衣装って。まずなんだっけ、黄色い水着でしょ、ビキニ。この水かけ列水かきショットでしょ。あと、赤のサンタクロースのやつやろ、サンタさん。サンタさんではないんやけどね、赤のサンタさんショットやろ。あと、意外に出たね。メールで送ってくれたパジャマは、あ、あれはね、ただの上着、ただの、オフ、
あれでメイクしてもらったりしとった。あ、オーバーオール、オーバーオールも出ました。一緒、あとチェックのね、プールのチェックのプールのあれもね出ました。こんばんは。あ、クマのぬいぐるみもね、なんと出演しました。こんばんは。え、それぐらい？じゃあ初出しだ。え、初衣装？プールに飛び込んだ時のチェック水着ね。あー、雑巾がけの赤短パンのあれもね、なんかちょっといろいろあれやね、出てきたね、だんだん。やば、まだいろいろ、まだ、あ、でも服は服だったら、まだまだすごいのって、まあでも人によって違うじゃないですか、もう感じ方は。そのすごいのアップトゥーボーイの方も気になってる。あ、いや、カキの殻の水着はそれは勝手にあのラジオでみんなが盛り上がっただけです。アップトゥーボーイさんにまた掲載させていただくことになりました。私が初めて雑誌の撮影をしたのがあゆみとみゆみゆと私の3人だったんですよ、中学校3年生の時。他の2人はもう、そう、でもあの時はもう中学生だったんで、あんまりあれだと覚えてなく、覚えだったけど、田園府庁っていう場所で撮影して、なんかここは東京の有名人の家があるかもしれんよみたいな、もう大きい、あ、え、あ、田園調布、田園調布、田園調布です。分かった分かった、そうじゃそうじゃ、田園府庁じゃないわ、田園調布じゃわ。まあ、ここはすごい高級住宅街じゃけ、あんまり大騒ぎせずに歩いて言われて、なんかその道を歩いたり、そこまで電車で行ったんですよ。でみんなジャージでレッスン着みたいなんで歩いて、その人は全く周りにはいなくて、田園調布、そしてそこで撮影しました。めっちゃ覚えとるもん、ほんまに。あ、雑誌の撮影ってこんな感じなんだと思って驚いたのが最初の印象でした。こんばんは。え、間違い方の癖が強い。え、何の間違えた？何間違えた？あ、不調ね。いや、田園調布と、多分ね、その時もね、当時からね、田園調布のこと田園不調って言うとってからね。調布っていうさ、食べ物知っとる？ってか、岡山の食べ物なんやけどさ、なんか薄いたい焼きの、薄いどら焼きみたいな皮みたいな、どら焼きの皮みたいなやつに餅が、いや、あの食べ物とは関係ないんやけど、
岡山に田園調布っていうのがあって、あ、間違えた。あのごめん、今ね田園府庁を取り戻すと必死に喋るよ。いや、そうそうそう、でもね、ほんまにあるんよ。美観地区に調布っていうのがあって、いや、岡山、違う、ほんまに調べて、これは嘘じゃないよ。田園調布っていう、あ、違う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 、岡山に調布っていう美味しい食べ物があって、それをちょっと、あ、待って、ほんとにこれは事実だから、そういうのあるから、マジでカノンと食べた、そう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 、美観地区の、これ嘘じゃない、そう、調布っていう食べ物があるんですよ、知らんと思うけど。ぜひ見て。いや、豆腐とはもう違うんですよね。調布なんですよ、調布。お菓子めっちゃ美味しい。あの、なんか、わからんけどさ、美味しいっていう記憶でさ、止まっとるけさ、うん、なんか伝説の食べ物みたいになってる、自分の中で。すごい美味しかったという印象。この番組何の番組だったんやろ、言ってない。こんばんは。昔からあるよね、まだ嘘だと疑っちゃう。え、なんで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 、本当にあるんだって、田園調布、あ、違う違う、岡山の調布、もう美味しいよ。ぜひ美観地区に行った時は食べてみてください。なんか焼きたてとか作ってくれるらしいよ。しょっぱくない、甘い、美味しい。皆さん、1月29日は写真集予約配信が21時から。29日は何曜日？真剣に間違えちゃいけんけ、オッケー。9時から配信しますので、あさってどんな特典か、あ、わっ、これも多分言っていい、どんな特典かは明日公開されます、ツイッターで。そして、あさって、配信さ、あさって配信があります。こんばんは。よろしく、お願い、いたします。発売近づいてドキドキ、え、そうなんですよ。もうあと1ヶ月なんよ。やばい。なんかでもやっとなんかすごい、なんか実感してきました。やっとって言ったらあれかも。遅いけど。普通にもう実感してきました。なんか写真集を撮影してるときは、どうやって、あ、どんな感じの反応なんかなとか思ったりしたよ。どんな感じの反応になるかなって感じで思ってたよ。そう、ワクワクドキドキだった。
で二十歳になるときにさ、例えばリミスタの、あのリミスタのなんか予約会のときにファンの方がコメントできますって、あのファンの方からのメッセージ付きのサイン会みたいな感じだったんですけど、そこでもうなんかコカワちゃんの写真集待ってますみたいなことをさコメントでいっぱい来て、でもその時はまだ発表したくて、いやーそんなーないですよーみたいな言っとったよ。隠すのに必死で。で例えばこの早川さんのお家で配信させていただく時も、目の前に早川さんごりゃんで、お互い写真集のこと知っとるやん。あ、帰ってきた帰ってきた、おかえり。そう、悪口言ってないよ。悪口言ってないよ。あ、ショールームやってんの。うん、悪口言ってた。いや、言ってないって。ちょうど今喋り始めた瞬間に帰ってきた。あ、そうなんだ。そう、悪口を。違うって。違うよね。おもろすぎる。そう、違う、私が悪口言われた話をしようとったの。その写真集を出す、なんか出すってコメ、出してってコメントがされた時にね、写真集出してってコメントがあったらね、うん、誰がここから変わんないみたいな言っとったやん、うん、その話をしとったのに、みんなで必死に隠しとったって。そうそう、2人でね、必死に。誰が変やって決まっとんのに、うん、そうそう、必死だった。そんなこともあったなって言いながら、あと1ヶ月で発売なんやねっていう、びっくりよね。でもお話し会とかでも1対1で言われたりしたんよ。でこの人は本当に知ってるんかなっていうぐらい、なんかもう夏には撮影したんやろ、どうせなんか瀬戸内の近くのどっかで、瀬戸内では撮影してないな、瀬戸内の近くのどっかで撮影しとるんやろみたいに言ってさ、え、何を知っとるん、この私の何を知っとるんとかね思いながらね。いやーそんなことないよ、撮影したらもっと日に焼けたりするやろとか言いながら隠しとった。背中水着の跡だったね。そうよね、ついとったよね。ついてたね。3日目とかの時はもうほんまに線がついとったよ。そうそう、ですっごい線ついてたけどさ、あんまり言うとココアがさ、うん、えぇ、ー、ってなるといけないって思ったからさ、うん、ついてるけどそうでもないよみたいな言ってた。そう言って、ほんと結構ついとった。ほんとはめっちゃついてた。マジ、うん、でもうなくなった。なくなったよね。そんなもんよね。あ、ちょっと赤かったのね。赤かった、あの赤と白みたいな。赤と白、そう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 、黄色の水着の撮影の時がめっちゃ晴れて、なんか痛かったもん。そうよね、うん、あんまりベタベタ日焼け止めを塗らずに撮影始めたっけ。こんばんは。ねえ、あさっての1月29日は限定特典付き写真集予約配信があります。うん、2日目のここ、3日目の私特に赤かった。こんばんは。あさって、で、あさってのさ特典は初出しよね。ん、初出し衣装、明日公式ツイッター、あ、X？ うん、で、初めての衣装じゃない？初めて出す衣装。おー、生写真も出てないもんね、まだ。ん？生写真の絵柄でも出たことないもんね。でも出たことない衣装を選ぶ。よかった。言いそうだったもん。そろそろオフショットが限界に来たから、ちょっと新しい、うん、やめて。新しいのなんかないですか？そう、あの、オフショットでも今オフショットとか動画もめっちゃ撮ったんやけど、もう喋りすぎて、いろんな人がもうスタッフさんみんな喋ってるし、私も喋ってるし、動画であのセンシティブな引っかかりそうあのね、なんか引っかかりそうなことをね
言ったりするけね。そう、使えない動画ばっかり、うん、10個に1個ぐらいしか使えない。いいじゃん、いっぱいあるのにね。ほんとこれから口を慎んで撮影に挑むわ。口を慎んでね。それうちらが慎まなきゃいけないでしょ。みんなみんなもう、 そうセンシティブな、なんか X だったらちょっとセンシティブに引っかかりそうな動画の言葉の内容のあれだけ。ぜひとも、まあ写真集ドキドキじゃね。目標は重版です。もう重版したら表紙を変えてもらって出したいねって勝手に自分で言っとる。どうしよう、え、そんなことできませんよって言われたらどうしよう。こんなに言っといてね。いやでもさ、裏情報でいろんなさ編集者さんにさ、え、こんなのってできるんですかねって、重版になったら変えれるんですかねって言ったら、多分できると思いますよってみんな適当なこと言ってたじゃん。言ってた、適当な感じで、あ、できると思いますよ。で、できるんじゃないじゃん、ね、でもまだちょっとあの角川さん、肝心の角川さんには何も聞いてないんですけど、あ、多分大丈夫じゃないですかみたいな、みんな適当に返事しと。チケットできるよね。そうよ、重版が決定したら、いや、変えてくれるじゃろうっていうね、もう言霊よこういうのは。もうせざるを得ん感じの雰囲気を出しとる。まあまだ重版が決まってないけど、重版になるまでは私たち開国はチーム、あ、待って、その待って、チーム分けしたらダメだね。みんなでワンチームじゃけ。うわ、待って、ワンチームとか流行った時期あったよね、ラグビーの。言葉にするのは大切、確かに。いっぱい言ってきます。目標は重版です。重版したら写真集を変えて、あ、写真集の表紙を変えてもらって発売できたらいいなっていう提案をしてみます。いただきます。こんばんは。え、五郎丸よね、五郎丸。ルーティーン、ルーティーン。写真集の表紙を変えてもらいたいですっていう提案をしてみます。まだそこまで言ってないけど。え、五郎丸古いん、私の懐かしいあれなんやけど、小学生の時ぐらいじゃない。こんばんは。コカちゃんのルーティーン、こんばんは。なんじゃろ、換気扇つけてもいい。ええ、ルーティーンってなんじゃろ。五郎丸の真似みんなしてた。ルーティーン、私いつも何しとるよ自分。だって自分の行動が思い出せん。え？でも変わったことはしてないもんね。右足から靴を履くとか、え、そんな決まってる人おるん？あ、水は絶対飲むよ、そりゃ。ルーティン、ルーティン。わからんくなってきた。ないよ、そんなの。公演前のルーティン。ない、ない、ない。STU はでもね、公演前背中を叩くね、あのあれがあるけね、ルーティーン文化があるけね。なんかなあちゃんとか、それこそさっし広島で一回一緒に
そのサシが劇場 STU ホテルの劇場支配人としてい、いてくださった頃は一回一緒にステージに立ったけど、その時もみんながバシバシ背中叩き始めるけびっくりしとったよ。こんばんは。今もそれはまだ変わってないね。どうしよう、後輩が嫌とか思っとったら。お母さんの背中を叩ける後輩はおりますか？もうね、おるよ。みんな優しく叩いてくれるよ。ひながね、思ったよりもね、めっちゃ、あ、で、最近花だれ公演の時は、やっぱり公演によって、出る順番が違うんですよ。誰から出るとか。その、立ち位置につく順番でさ、出ていくじゃん。最近はひなとかありちゃんが、花だれ公演の時はひなとかありちゃんが近くにおるけひなとかに叩いてもらうけど、ひなはねめっちゃ笑顔でねめっちゃ強く叩くけねびっくりするんよ。上手い人と下手な人がおる。なんかちょっと背中叩いてもらったのに全然気合が入らん感じ。ただ痛い、じんじん痛いのが残る感じ。ひなは上手いですよ。なんか意外とガクブルガクブル。サイコパスヒナやばい。うん、サイコパスヒナ。思いっきり叩きますよ、笑いながら笑顔で。限定特典って何？あ、ですね、生写真なのかな。ポストカード、ポストカードです。ショルームポストカード、明日絵柄が公開されるんですけど。だって朝、え、夜、昼、8時よね。1時、あ、1時1時頃に、うん、1時頃にしますねって言ってた。1時頃に公開されますので、特典のポストカードの絵柄が、それは29日の配信でしか手に入らないものになっておりますので、13時ですから。どんな、なんか初めての衣装らしいです。こんばんは。肉の日ね、肉の日。全部違った、全部違った。8時でも夜でも朝でもなかった。1日限定だよ。明日しか、29の日しか買えない。しあさって。あ、ずっとあさってで撮ったわ。しあさってよ。月曜日。月曜日。しあさってのやつです。ドキドキ。セクシー番長的な、セクシーじゃないよね、でも。セクシーじゃない。ほら、うちらの、もう、脳がバグっとるからさ。でも、セクシーの度合いが、あの、オーバーオールもセクシー、あんなにそうかっていう、うん、水着よりこれがよくねぐらいの感じで出してるのにさ。え、どういうこと、水着より、え、水着よりなんか露出少なくねぐらいの感じで出したのに、オーバーオールね、オーバーオールがあんな風になったから、うちらのその感覚がびっくりしたよね。もう脳がバグっとる。オーバーオールあれはやばいってみんな言うもん、ね、水着より。今日もさ、お食事会だったんだけどさ、うん、お食事会でも話題になっとったら、ココアちゃんオーバーオール、オーバーオールの写真見ましたって言ってたかっこいい。やっぱそっちなんやな。なんか普通に水着じゃないけど、あのオーバーオールか、服の写真も出しますかって出したオーバーオールがダメだった。ね、そうよね、まさかの。でも嬉しいよね、話題にしてもらえて。そうそう、ありがとう。ちゃんと予約しろよっつってみんなに言ってきた、うん、言ってきた。後でリンク送るからねっつって。やばい、ガチや。来てねっつって。でもファンの人がざわざわしてくれたおかげでニュースになったもんね。ほんとざわつきありがとうございます。
もろ。そう、オーバーオールイコール、昔よくオーバーオール着とったけさ、ね、まさかこんな写真集でも着れるとは。ココアと言ったらオーバーオール、オーバーオールと言ったらココアぐらいのイメージだったじゃん。なんかね、赤い T シャツにそうそうそうオーバーオールお話し会で着とったっけね。他に服ないのって言ったら、下の回も言ったよ。ほんまにオーバーオールばっかりだね。好きじゃけとか言っとった。うん、なんて言っとった。他に服ないのって。貧乏みたいな感じ。違う、だけどそのうち他の服着るとオーバーオール着ないのって言い出した。ねえ、オーバーオール着ないの寂しいみたいになって。そうよね。そう、マリオって言われとった。別に意図してないのに、カープの T シャツにおしゃれに、カープの T シャツにおしゃれにオーバーオール着とるつもりだったの。帽子かぶって、カープのみんな大好きオーバーオール写真集ではね、あんな感じで着こなしてますから。着こなしか分からんけど、こんばんは。楽し、明日の特典も楽しみにしておいてください。あ、でもちょっとセクシーなのかな。うん、ココアらしい写真だと思うよ。確かに。え、好きよね、あれ。結構好きな、言ってよね、一番最初に。え、好きって。うん、私も好きな写真。まあ、そう、特典ポストカード絶対ゲットしてほしいですね。あの着こなしでお話し会か。ね、男の人か女の人か知りたい。男でし。男大丈夫大丈夫大丈夫か分からんけど。どっちも大丈夫じゃないと思うんだけど。胸毛やるタイプかな。やめて。クショルムじゃけ、TikTok ライブとは違うけど。そうだった。ちょっとやめて。もうおもろすぎる。ちょっと見たい。私もちょっと見たい。列がさ、オーバーオール。あの着こなしのオーバーオールでの列見たい。ね。え、なんか何もなしでオーバーオールでしょ。うん、そうよ。今日のドレスコードは5って。で、ダメダメダメ。あんまり想像かきたてるようなさ。想像してしまった。ダメよ、想像。その見学行っていい、その日。うん、いつも来んのに。いつも行かんのに。やめて。ああ、おもろ。もうお前おもろすぎる。そんな日はありません。そんなことはありません。ああ面白。コンプラ違反ですからね。ああおもろ。想像した。ああ面白いわ。でもドレスコードとかしたことないな。あ、ないな。やってみたら。なんか言ったんやけど、なんか言っとったんやけどね、忘れた。自分がこの日なんかドレスコードはこれにしてみよう。あんまり私が乗り気じゃないドレスコード言ったんかも。みんなが赤とか、いつもなんやけど、それはみんなで紫とか急にで、赤はいつもじゃん。もうなんかだって前後輩に、小川さんの列ってめっちゃすぐ分かりますね。赤いじゃないですかって。確かに誰かしらカープのユニフォームを着て並んでくれたりしたるけ、たり赤い服着たり、セーターティーを昔の17歳とかの時の赤いセーターティーを着てくれてる人とかがおったら目立つけ、あ、これいじられとる。私はもうそうじゃなって。ナイスですよ。それはそうよね。うん、ST は特にでもカープユニの人多い。カープの帽子をかぶってる人も多い。
この前の大阪は阪神が多かったよ。赤だからしょうがない、テーマカラーが赤だけね。でも次はあと広島2カ所、リアルはリアルお話し会で会えたりするのは広島2カ所と幕張じゃないですか、幕張だけじゃないですか。ぜひとも皆さん待って待って、ふくらはぎが痛い、めっちゃ。おります。めっちゃ寒い、なんか寒かったら肩凝る、やばい。水分不足？ほんま？大丈夫？こんばんは。うん、ちょっと足つってない、でもなんか釣りそう。こんばんは。でも寝てる時に足つってっていうのが嫌じゃけ、いつも寝る前は水分しっかり飲んで寝るよ。ほんまにいつも深い睡眠じゃけ。あれなんで急に寝てる時に足つるんかね、あれって。ほんまに水分不足なだけなんかな。めっちゃ力入ってるとか、夢の中で歩いてるとか、夢の中で階段から落ちる夢とか、もう見くなったなぁ、夢。あ、夢がね。寝とるとき。そう、忘れてた。ん？書店で発送できるんですかっていうのを聞くって言ったら、私聞いてなかった。思い出した？思い出した、今。聞くわ、今。今聞く？忘れる前に。確かに。すいません。夜分遅くにすいません。え、今何時？21時20あ23です。あ、もう11時過ぎた。うん、11時15分。やば、早っ。もうそろそろなんか眠くなってきたなと思ったらその時間なんやわ。でもめっちゃよく喋っとる、止めどなくずっと喋り続けとる。どうしたらいい、声枯れとるよね。なんかカサカサ、なんかでも今日朝起きた瞬間から声カサカサだった。あの寒くて、あ、乾燥で、あ、もう喉ぬるマスクして昨日寝たんやけど、喉ぬるマスク朝起きたとこかどこ行っとったんやろ。わ、今思い出した、喉ぬるマスクして寝たこと。広島の私のベッドのどっかにあります。取っちゃう、なんかいつの間にか。おしゃべりえ、おしゃべりって持って生まれた才能なんかな。こうやってでも育まれたりするもんじゃないから、もともとの性格みたいな。でも性格もな、誰、なんか、外的影響があるじゃないですか。うん。ポジティブ。ポジティブだけでこんなおしゃべりになりますかね。才能？才能なんかな。ない、才能がない、逆かもしれん。うん、私ちっちゃい頃はめっちゃ暗かったかもしれんや。明るいか、あんまり覚えてない、ちっちゃい時のこと。活発だった、口から生まれた子か。やばい、口から生まれてない。うん、なんかね、なんでハスキーボイスなんかってさ、いっぱい喋る系なんかな、人よりも。人よりもなんか喉をすり減らしてるんかな。二十歳にして。足がしびれてきた。
口から声が出た。口からよくあれ出とる。こんばんは。足がしびれた。あ、足がしびれました。黙ったコカが見たい人はぜひ写真集を予約してください。コカは喋らんかったらねっていう人はぜひとも写真集を予約してください。写真集はどう頑張っても喋らない。あ、どうしよう、でも写真からすごい賑やかが伝わるかもしれん。写真うるさかった、どうしよう、うるさい大丈夫、大丈夫じゃない、写真集うるさくない、写真集の私喋ってない。喋ってない。そうよね。うまいでしょ。うまい何が？顔がうるさい。うるさそうな顔しとる。確かに。うるさそうな顔はしとる。あ、確かに。うるさいが、うるさい写真。うるさそうな顔してる写真。うん。画像から。うん、写真から届くかもしれん、賑やかが。まあそういう写真もあるし、え、でも静かだった瞬間あるんかな。でもあったよね、部屋、部屋別にして。どういうこと？あったじゃん。何部屋別にして？ああ言っちゃいけんよ、私より口滑らさんといてよ。静かな写真もあるよ、うん、静かなムードで撮った写真も、うん、でもその壁の向こうからめっちゃ笑いが聞こえるけどもうさ別のもうなんか何音が防音室だと思ってるんか全部丸聞こえないけどね。そう、あったよ、ちゃんと。あ、ちゃんとこういう時はちゃんと雰囲気作りする努力がされるんやって感じだった。雰囲気あったか分からんけど、うん、静かな時もあったよ。ほんま結局どっかでも声聞こえて、みんなすごい大きい声で喋ってた時はね、賑やかです。だから動画が使えないんですけど、写真集に笑い声も入ってる入ってるから。でも、あ、でもほんまにそれぐらい自然体よね、うん、自然体、笑い声入ってるぐらい自然体でなんか喋りながらしてたりしてますから、元気いっぱいな写真。あ、それこそ明日の特典の写真はなんかそれ喋ってそうな感じ、もう楽しみにしておいてください。明日のお昼はまた新しい特典、新しい写真衣装が出ますので、そして29日は配信で予約できますので、ぜひ皆さんスケジュールに入れておいて絶対に来てください。29日配信に、もう夜中なのでそろそろ配信終わります。ではワクワク楽しみにしておいてくださいね。13位ふとし、12位スイン、11位なる、10位アサ、9位サージカル、8位癒し系、7位ビッグボス、6位ツカ、5位ライトニング、4位ユウキ、3位タイムファイヤー、2位スバル、そして1位はコニョン。ありがとうございます。はい、では皆さん今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。